はいどうもタクタクです。マインクラフト遊んでいきましょう。ですね、今回はこちら、どっかわかるかな、これはね、モンスタースポナーの近く、以前作ったねモンスポの、略してモンスポなんでも略すればいいってわけじゃないけど、モンスポの近くですね。今日はこのモンスポのこのエリア、ここちょっといろいろ運んできたんですよね、拠点から。少しずつちょっと引っ越しを進めようかなと思って、で、まあ、ここちょっと待機してる時にね、ここにゾンビのスポナートラップがあるんですけど、待機してる時にここから待機しつつ釣りをするっていうね、こう釣り堀を作ったんですけど、これじゃなんかちょっとなんかまあ味気ないなと思って、ちょっとこの辺を今日は整備していきたい。特にここレベル上げてエンチャントつけるためにスポナー作ったようなもんなので、どうかな、こう降りてって、ここ今こういう感じになってるんですけど、ここをなんかこうエンチャント場みたいな、もうすぐレベル上げたらもう即レベル上げたら即ねエンチャントつけれるみたいな空間にしたいんですよね。他にもまあこの辺ですよね、この辺もちょっと改造していきたいと思います。よし、やっていくぞ。このエリアちょっと掘ってみようかな。よしよし、こういう空間を作って、ここにエンチャントテーブルを置こうか。ちょうど横5マスだからね。ここも微妙に高さが低いけど、低い必要がないんだよ。ちょっと埋めとこう。よし、じゃあここに、よいしょ、本棚をまた並べて、1、2、3。で、1、2。これ囲んで、ここにエンチャントテーブルを置けば、完成。ここからもうすぐね、エンチャントつけに行けると。で、チェストをここに、こういう感じで、置いちゃってもいいかな。置いちゃって、まあ、ここにラピスラズリとかね、本とかを入れておくと。ちょっと今やっちゃおうかな。ちょっと初めて本に付与するとこお見せするんじゃないでしょうか。落下軽減、これだけじゃないからね、なんか他にもプラスアルファでついてくれるといい。えい、あーなるほどパワー4はいいんじゃない。でノックバック、弓のエンチャントだよね。あとは聖なる力4、これはどうなんだろう、あんまり使う、どうだろう、アンデッド用。さあ他に何か、あーなんかもう偏ってるな。あで、まあもうまたレベルがなくなっちゃったと思ったら、こっち来て殴る、いいね。でレベルを上げてまたエンチャントをつけると。これ30レベルになったらエンチャントの本に最大の魔法エンチャントをつけられるんだけど、31にしてしまうと経験値がね多くなっちゃう、必要な経験値が多くなっちゃうから、30になったらつけてまたこっちに行ってつけて、こっちのエンチャントつけ終わったらまたレベル上げてつけてってやった方が効率がいいはず。いいんだよねきっとそれがわかんないけど確かいいはず。経験値は31の方がいっぱい必要になるから。お中精神つきましたね。まあまあまあ、よく見るエンチャントか。はい、エンチャント部屋はまあこんな感じでいいですかね。あと金床があるといいか。エンチャント部屋のところに金床をよいしょ置いとくと、ここでねつけたエンチャント同士でこうまた合成できますのでね、これでいいかな。はい、という感じでスポーナーのエンチャント部屋はこんな感じで、せっかくなんかここいいところなんで、できればこっちにもなんか部屋みたいの作りたいんだよな。ちょっと部屋を作ろう。よし、これぐらいの部屋を作って、なんかここにコレクション部屋みたいなのを作りたいんですよね。ここでエンチャントして良かったものを
こっちに飾っていくみたいな、そういうのをちょっとやってみたい。なんかね、コレクション用というか飾っておく用のものが、棒も必要なのと、石のハーフブロックで、あ、これだ、防具盾が作れるので、これを、まあ、何個か作って、まあ後からまた増やすかもしれませんけど、これを、まあ、ここにピョッと置くと、こういう感じでね、3つも作れるかな、わかんないけど、ちょっと防具立ててみよう。よし、仮に、お、いいね、上からつけていこう。胸あって、おお、レギンス、足、ブーツだね。で、これですよ、トライデント、最強のトライデント、俺が勝手に作ったやつだけど、おおいいな、いいな、いいな、いいね。これを装着して冒険に行くみたいなね。いいな、いいな、いいな。こういう部屋欲しかったので、まあこういう防具とか武器以外にも、まあ、この辺にね、なんかチェストがあったりして、ここにはまあなんだろうな、ここに入りきらなかったなんか物とかね、うん、武器とかをね、いや弓矢とかいいかもしれない、弓矢とかを入れていくみたいな、そういうのもいいと思う。エンチャント場はこれでいいかなと思うんだけど、ここに待ってる間ちょっと釣りするばっかりじゃちょっとね、飽きちゃう可能性もあるので、ポーション作りながらゾンビを沸かすっていう手段もありますよね。なのでここに、はい、ポーション調合台だね、調合台を置いて、まあ、ここでポーション作るっていうのも一つ手かなと思って、うん、ポーション台置いて、でここに今ポーションのね、いろいろ材料を入れておきました。入れといたので、あれ金の人参、あ、あるか、そうで、ちょっとあっちのね拠点で作ってたポーションがあって、すごいいっぱい入ってますよ。暗視のポーション、暗闇が明るく見える、で水中呼吸のポーションで、これがあのいっぱい欲しかったんですよね。作り置きしておいた理由ありまして、まあちょっと水中探検また行きたいなと思っていっぱい作っておきました。で、わかりやすく、暗視のポーションはこっちか、こっちはじゃあ人参、こっちはフグみたいな感じでね。どうしよう、ポーションがこう今後増えてったら、こう壁面全部ブワーってポーションをこう並べていくのもね、全種類のポーション、あ、いいね、全種類のポーションをとりあえず作る、うん、作ってこう、あ、いいな、じゃあポーション部屋みたいのも欲しいな、そうなると。あ、でもこっち方面に広げていけばいいだけだからな、多くなればなるほど。まあそれは多くなってからでいいか、今できてないからね。まあ今後ね、もし作っていくことがあったら、こっちに改築していくというようなね感じにしましょう。でここはどうですかね、僕がこう泳ぎたくなったらこうやって泳げるしプール兼釣り堀、うん、うん、ここは置いとくか、うん、俺が勝手に作ったやつなんですけど。そういえばコメントで、増殖した村人はどうなってるんですかっていうコメントが入ってたんですよね。ちょっと俺も気になるので見に行こう。そういえば最近全然ね気にしておりませんでした。一応ねここにも増殖した村人さんたちはいるんですけど、多分ここのことじゃないよね。ちょっとここの人たちの様子を見に行こうか。どう、なんかキンキンしてるかな。大丈夫、脱走しないでね、脱走しないでね。心なしか元気がないね、なんかみんな。師匠さんいる？師匠さん。あ、いる。あ、背中で男を語る師匠さん。この人はどうしよう、今後。あ、こうやって向き変えられるんだ。この人は、まあ、とりあえずここを固定で、ここの管理人みたいなとこありますからね、最初に来て。他の人は、どうしようかな。まあまあまあ、後々ですね。とりあえず、あれだ、村人増殖装置のとこに行ってみよう。さあ、現在のこの村、村というか、村じゃないよ、ここはもう。村人隔離施設。こっち言い方が悪い。こうガラスで覆ってますね。ガラスで覆って敵から攻撃されないように。
これどうしよっか。でもこの人たちもそろそろ引っ越しさせてあげたいな。あーどうしよう、村人さんの新しい居住区を作っていくっていうのもね、今後ちょっと追加しましょう。これはまあ移動ルートはこうやってね、トロッコでどうとでもなるので、まあなんか作るか施設、自分の拠点建築もね、あれな、まだ微妙なんですけど、なんか簡易村みたいのをあっちに整備して作るってのも面白いかもしれないね。よーし、あと今日はせっかくなのでこのネザーウォート畑もね、引っ越ししてあげましょう。大量のネザーウォートをまずは収穫していくと、こんなに使わないとは思うんだけど、サク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 。そういえばここ掘ってたら、見てこれ、ほらここ拠点とつながってるんだよね、旧拠点と。ほら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 、だからもう地下では行き来ができるという、実は。ほらこれなんかあれだよね、よくしたいよねこれ。せっかくこのつながってる感じ、なんかよくしたいんですよこれ。なんか方法ないかななんか一気にビューンってあっちに行っちゃうみたいな、なんかこの辺も考えたい、そのうち。よし、ちょっとこの辺にネザーウォートをよし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 敷き詰めて、ちょっと規模こそ小さくなるかもしれないけど、そもそもそんな使わないんだよな。よし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 、でここにネザーウォートを植えていくと。はい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 、おー、オッケーオッケーオッケー、いいんじゃない。うん、ここでいろいろできてきますね。いいね、こうゾンビのスポーンを待つ間に釣りもできて、ネザーウォートも育てられて、ポーションも作れる。いいね。なんかもうちょっと増やしたいね、今後ね、ここの施設ね。いい感じいい感じ。はい、ということで今回はこのスポナーのあたりの施設をちょっと充実させてみました。なんかここでゾンビのスポーンを待ちながら、溜まったらレベルを上げに行って、またこっちで釣りとかポーションとかね、作りながら待つという、そういう楽しみ方ができると思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。次回もね、またなんかやっていきます。それではまたね、バイバイ。